说说啊，说啊，说说说啊，说啊，说说啊，说啊，说说啊。よろしくお願いします。お願いします。加藤さんは何を？アニメ文化の漠然と輝いている、はい、機動戦士ガンダムの知られざるエピソードについて調べてきました。すごいですねもうね、今日先輩組の方にはもう絶対黙ってられないという方が一人混じってますんで、はい、頑張ってリポートしてください。よろしくお願いいたします。さあ、今夜さあ、この4月なんですけれども、実はもう一つ大きな出来事があったんです。リポートしてくれるのは佐藤ひとみさんです。お願いします。よろしくお願いします。私が調べてきたのはこの年4月に放送開始されたアニメ機動戦士ガンダムです。29年経った今も熱いファンが多いガンダムとは一体何なのか。まずはですね、こちらの数字をご覧ください。よいしょ。ガンダムのですね、関連商品の売り上げなんです。509億円他の会社や雑誌などを含めると1000億円にも上るということなんですよ。でですね、プラモデルの累計売上数は9000万個。プラモデルがもう日本の人口から計算するとですね、1人3つは持っているとか、まあ、大体皆さんも持ってますもんね、1人3つぐらいはね。ガンダムってすごいな。数字だけじゃないんですよ、このような方々も。中日ドラゴンズの落合監督、ガンダム宣言、落合監督筋金入りオタクっていう。一番のお気に入りはウィングガンダム、チームでエクシアになれるのは俺だけ。すいません、エクシアって何？そのガンダムっていうのがですね、一番最初はガンダムっていうアニメだったんですけど、でその主人公系はガンダムだったんですけど、その後にも何十種類もテレビで何回もこう新ガンダムがあるんですよ。で一番新しいのがガンダム00っていう中に出てくる主役機がエクシアっていう、ガンダムエクシアっていう。それロボットロボットじゃないです、モビルスーツですそれはこれ早かったリモコンで操作する、ね、リモコンじゃありません、みんなパイロットが乗ってしまう、はい、そんな鉄人28号みたいな方式じゃないですそういう感じです。車で言うとモデルチェンジとかマイナーチェンジとかした感じ。車とは全く別の次元の話です宇宙世紀0079の話だったりしますからねもうね、大人の辻田さんがこれほどで熱中するガンダム、私実はガンダム一度も見たことがないんです、うん、で今回初めて見させていただいて、綺麗な気持ちで取材させていただきましたVTR ご覧ください。土曜日の夕方5時、この子供たちをテレビの前に引きつけろ。スポンサー期待のテレビアニメ機動戦士ガンダムが始まったのは4月7日であった。主人公アムロ少年が操縦するガンダムは、しかし子供たちを捕らえることができなかった。第1話は視聴率 5% に届かなかった。シレンダーはサイド7を脱出して本館に向かっております。認めたくないものだな、自分自身の若さゆえの過ちというものを。なんとかテコ入れして視聴率を上げなければならない。スポンサーからのクレームとプレッシャーがガンダムの制作スタッフにのしかかってきた。現場の陣頭指揮は原作者で監督の富野義之37歳。ガンダムは富野が最も信頼するスタッフをかき集め満を持してスタートした作品であった。ネタ、すいません今日お世話になります、佐藤ひとみです。伊丹の一郎、当時20歳。熱気あふれる現場でしごかれた若手アニメーターだった。当時は1スタジオっていうサンライズの、第1スタジオっていうところで、ガンダムの制作チームがありまして、そこで監督の富野さんをはじめ演出家の皆さんと、作画監督、キャラクターデザインの安彦義和さん、あとその、サンライズでその机を借りて、やっている原画の、人たちが大体4人か5人いまして。
これがガンダムの制作スタジオだ。こちらが富野監督、作画、絵コンテ、撮影など全てのスタッフを指揮する司令官だ。こちらは作画監督の安彦義和。登場人物の姿形は全て彼が作る。板野は安彦の下でひたすら動画を描いていた。アニメ制作は分業である。まず作画監督の安彦が最初と最後の絵を描き、その2枚の間に板野が何枚もの絵を描き入れ動きを作っていくのだ。これに色がつき背景が描かれアニメーションが作られる。不吉な視聴率低迷の知らせはこの現場を襲ったのだ。スポンサーから電話が来てるんですよ。ネットさん、結構よく謝ってるんだから、すいません。なんだろうなと思ってこう聞いてると、はい、そのお前のせいでおもちゃが売れないとか、お前のせいで本が売れないとか、その子供たちはその毎回そのガン強いガンダムがそのやられメカを毎回一体一体変わったやられメカをやっつけりゃいいんだよ、アニメーションなんてみたいなことを言われてるんですよ。ですいませんすいませんって、そういうところが全部全部ここがどん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 富野さんがおでこが広くなっていって、ガンダムのスポンサーであるおもちゃメーカーは子供たちにガンダムを売りたかった。その子供たちがガンダムを見ないのである。おもちゃガンダムの売れ行きは伸びていかなかった。しかし富野監督のもとに集まったスタッフはガンダムに別の思いを抱いていた。美術監督中村光樹、当時35歳。美術監督とはアニメーションの背景を決める役割だ。建物やロボットの内部もデザインする。富野監督の注文は厳しかった。だからもう1週間に一度すごい胃が痛かったですね。1週間に一度打ち合わせやりますんでね、学年が中学生小学生相手に今まで知ってきたものが多かったもんですから、だからそういうガンダムに関してはもうちょっとこう年齢が高くこう設定されるようにこう思うんですけども、要するにもっとこう上の世代をもう引っ張り上げるみたいな、ガンダムからこう軽く絵を見せるんじゃなくてちょっとずちんとこう重く見せたいっていう背景を描くというふうにはこうしてたことにはなるんですけどね。ガンダムの制作スタジオは西武線上井草にある。誰が視聴率低迷の頃に現在のガンダムブームを予想できたろうか。上井草の駅前にはガンダムの銅像まで立っていた。こんにちは。こんにちは。すいません、佐藤ひとみと申します。どうもはじめまして、お疲れ様です。富野監督に会いに来て、はい、ああ、すいません。佐藤はついに今やアニメファンにとってはカリスマと言われる富野監督に会えることになった。こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。佐藤ひとみと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。富野です。ガンダムを作り始めた頃の富野監督。私54年生まれで、はい、ガンダムと同い年なんです。いいでしょ。それで見たことがなくて、はい、それでいや見るわけないじゃないですか。いや見てたらおかしい。なんかちょっと衝撃的でした、一話見て。だけど一話に関して言えばすごく温当な優しい作り方になってるお話ですよ。一番びっくりしたのが、うん、緑のザクから緑の服を着た人が出てきたのが緑から緑が出てきたと思って疲れるなんでですか、なんでですか。アニメーションに疎い佐藤、巨匠は一から手ほどきを始めた。色見本って言います。つまり彩色でセルに塗るときに、こういうセル板に塗るときに使う絵の具の色ってこんなもんなんです。数が
こんなもんなんだけど、実を言うとこれは132色っていうのは、これはファーストガンダムの時にはもっと少なかった、 100色なかったんです。だからどういうことかというと、敵方の色って決めるじゃないですか、はい、そんなに色使えない使える色も限られる中、見事な表現を作り上げていった。なんでこのガンダムっていうのを、あれ、だから一番最初のやつは これが、一番初めのタイトルはそれで ガンボーイだったの。実はこの企画書からガンダムの全てが生まれてきたのだ。冒頭を見てみよう。君は何に命を懸けられるのか。テーマ、自由と義務。映像、修羅の連続。果たしてこれがロボットアニメなのだろうか。要するに、普通の映画にしたかった。映画、巨大ロボットを出てきても映画にしちゃう。映画にできるだけのクオリティっていうものを付け加えればいいだけ。だからどういうことかというと、番組はおもちゃ屋さんの宣伝番組なんだから、要するにロボットが大活躍して見せりゃいいだろう、だからそのシーンだけは作る。だけど物語はっていうんで、それこそさっき今ここで話した通り、まだ現在の人類が全人類で、これから太陽に飲み込まれるまでの300億年ぐらいの間に人類ってのは成長していかなくちゃいけないんだっていう、そういう物語を作りたいなっていうのを芯を通せば、きっと大人になっても見られるようなものができるだろうっていうことをまず目的に置いた。企画書には地球と主人公たちが住むスペースコロニーの位置関係や動きも克明に記されている。そして宇宙空間の人口の増加も計算されているのだ。それまでの、巨大ロボットのジャンルっていうのは、天才博士がいて作っちゃいましたとか、宇宙人が攻めてきました、で宇宙人が、攻めてくるようなもんだから地球側がすごく簡単に巨大ロボットも作ってもいいっていう世界構造が、物語構造がある。でそれを全部やめたわけね。それでやめるというのはどういうことかというと、巨大ロボットって言ってもガンダムの前だからリアルにしようと思ったんで、20メートル以下の身長にしようと思ったわけ、はい、で20メートル以下の身長ってのはどういうことかというと、戦闘機とか、中型の爆撃機っていう大きさなんですよ、全長が、はい。それまでの巨大ロボットってマジンガー Z 以来何メートルだか知ってます？身長は最低80メートル。最低が80ですか？はい、めっちゃでかいですね。それでちょっと大きいと120メートル。なのにガンダムは、ガンダムはその20メートル以下になもんで、スポンサーから怒鳴られたと言われた。それじゃ巨大に見えない。いやだけどちょっと冷静に考えてくださいってね20メートルって5階建ての建物のてっぺんまであるんですよって、小さいですかっていうところが始まったもん。でそれをしぶしぶ認めさせたの。富野の企画書の中に人物シフトと名付けられたものがある。戦い、恐怖、恋人、敗北、死、そして再生。主人公たちの壮大なドラマが構築されていた。この人物シフトをもとに一枚一枚の原画を重ね、人類の未来像を紡ぎ出そうとした。しかし視聴率は伸びず、スポンサーからのクレームは容赦なかった。修羅場が続く。殴ったね、ブライトさん。僕がそんなに安っぽい人間ですか。ガンダム、君は生き延びることができるか。どうでしょう。今 VTR の間、なんか宇都宮緑さんがずっとガンダムって男、男の女なのって、ね、おかしいじゃないですか、ロボットに男女がいない。では恋愛できないんだ。ロボットですだからガンダムに意思はないです。車はその車男ですか女ですかっていうのと同じような感じですよ。分かった。内海さんは多分ロボットってアトムの世界、人造人間っぽいものじゃないですか。ちょっと考えて、ウランちゃんがいてアトムがいてっていう、そうじゃないと物語的には視聴率上がんないですよね、恋愛がないと恋愛も別のところであるんですよ、はい、だからロボ
ロボット感が全くね違う。そうですね、ですね。だからその戦闘機と同じような扱いなんですよね。企画段階でその今までのロボットアニメっていうのは宇宙人が地球を侵略に来ると、それを正義感が強い男の子がロボットに乗ってその宇宙人を倒すっていう分かりやすい構図だったんですよ。それがなぜこれガンダムっていうのが人気が出たかっていうと、そうじゃなくてその宇宙に移民した人間と地球にいる人間の戦争っていう、だから小学生には全く分からない難しい世界だったんですよ。あ、じゃあその辺をこのちょうど VTR にありました、はい、この表を使ってですね、ストーリーの設定は、地球の近未来ということなんですけど、地球の人口が、これが地球ですね、そうですね、増えすぎて、宇宙に移住していきます、はい、それがこのサイド1とサイド2にこうスペースコロニーというところにスペースコロニーも片言なんですねサイド1って言ったら1ですってすごく怒られたんで、一応サイド7までありますからね。あ、そうですね、はい、7があの主人公のアムロが住んでたところですね、うん、ここです。ああ宇宙空間で、あのちょっとイライラしてるよ、はい、変わろうかはい、お願いします。だからあれなんですよ、人口が増えすぎたんで宇宙に移民しようっていう話になったんですよ。でそれ宇宙でサイド1っていうのを作って、うん、2っていうのでどんどん増やしていったら、その中の一つサイド3っていうのが宇宙ステーションだと思います。そうです、宇宙ステーションがあるんですよ。そしたらその地球の人たちはすごくえばってて、宇宙の人たちのことを軽視してると、あんまり宇宙の人のことを考えずに何事も何でも決めるっていうのを腹を立てたそのサイド3っていうところが、じゃあもう僕らは独立国家になるって言って地球と戦争するって話なんです。ガンダムが起こった、そうです、え、ガンダムが起こったわけ。いや、ガンダムは起こらないですシャーやろシャーが起こった。こいつらイライラするそれぞれが戦う理由がちゃんと明確にあったんですよ。で今までは悪いやつっていうのは本当悪かったのに、そのシャーってやつには戦う理由があるんです、向こうに向こうの。で地球のそのアムロガンダム側にもちゃんと戦う理由があったりするんで、悪者が実はいなかったりするっていうのが大人たちというかちょっと高学年のお兄さんたちも食いついたアニメだっていうふうに言われてるんです。どうなんでしょうかね、後ろの平成世代の皆さん、ガンダムまず知ってる人手を挙げてもらえますか。知ってるのね、初代ガンダム見たことある人、やっぱ後の方だ。 あなたはアニメ好きなの、周りに一人すっごいなんかオタクみたいな人がいて、うん、その人がなんかガンダム用語禁止って言われるぐらいすごいベラベラ喋ってるんで、自然と情報入ってきちゃいますね。日頃ガンダム用語使っちゃうんだなんかすごいその人がもうガンダムって言葉を発した時点で、あれはなんとかなんとかのみたいになっちゃって、うん、すごいマシンガントークになっちゃうんで、あ、やっぱりいるんだね。それですごい入ってきますね、うん、なるほどね。あとでその人の電話番号教えてくださいそう、世代がつながれるかもしれないからね、はい、ありがとうね。もうこれからどんどんガンダムは大変になっていくんです。大変になっていくのは、でもよくスポンサー待ちましたよね、そういう意味では。そうですね、多分周りのスタッフの方々も大変だったと思います。必死でね、はい、必死で。それは後ほどお伝えしたいと思います、はい、よろしくお願いいたしますここで解決してほしいないや、そこはあの番組引っ張らせていただきますのでありがとうございました。後ほどまたよろしくお願いしますありがとうございましたはい、続いては機動戦士ガンダムです。この後どうなったんでしょうか、佐藤ひとみさんお願いしますえー、夏休みといえば子どもたちに支えられているアニメは高視聴率を確保。でもガンダムには辛い夏となりました、一向に上がらない視聴率、救世主となったのは意外な人々でした。 VTR ご覧ください。夏休み、テレビアニメの人気番組銀河鉄道999が映画となって公開された。子どもたちが大挙して押しかけた。しかし機動戦士ガンダムの視聴率は放送開始3ヶ月後も低迷していた。この事態を受け放送局はついに内容の変更を求めてきた。当時の名古屋テレビのプロデューサーに聞いた。だから内容をね、もうちょっと強化しろっていうのはね、面白くしなきゃいけないとか、いうことにつきますけども、僕がその時富野さんなんかに言ったのは、
あのシャアの人気がすごいからこのシャアに絞ってねあの番組を作ろうっていうことを言いましたね。これがアムロの好敵手シャア。モビルスーツの性能の違いが戦力の決定的差ではないということ。富野監督は正念場にいた。ね、あの今は認めてもらえないけど悔しいけどって言ってそれでもあの一生懸命コンテ書いてあの僕が印象的だったのは三春が死ぬ回があったんですよ、はい、多分知らないと思うんですけどあの見てるあの皆様すいません富野さんが一生懸命コンテ書いてなんかその半べそ書いてるっていうかコンテ終わった後に涙目になってて、はい、でその安彦ちゃん読んでよって言って富野さんが書き上げたばっかりのその三春の回の絵コンテを安彦さんに渡してで安彦さんが自分の机で30分ぐらい読んでるんですけど安彦さんもなんか目が赤くなって、うん、いいねこの話いいね俺僕頑張るよみたいな。カイ向こうから来てくれたよ。これが熱い富野たちの制作現場から生まれた悲しみの表現である。なんか僕が二十歳の頃見てきた現場であの大の大人が泣きながらあのなんかなんだろういいドラマを作っていくっていうそういうなんか熱いアニメーションなんですよね。この頃視聴率に悩む名古屋テレビから一つの提案があった。子供たちのファンを少しでも増やそうとガンダムの上映会を企画したのである。上映したのはガンダム第1話2話。ところがそこには期待していた子どもたちの姿はほとんどなかった。代わりに会場は高校生大学生でいっぱいになった。中にはカメラで映画を撮影する熱心なファンも現れた。この若者たちは一体ガンダムのどこに引きつけられたのか。こんにちは。よろしくお願いします。井上です。当時早稲田大学2年生の井上慎一郎は17話から見始め虜になった。毎週土曜日は、まあ、とにかく大学の授業をなるべく早く終わらせて、まあ、今というのも変なんですけど当時って本当にビデオも家にない時代だったのでもうとにかくその時間になんとかガンダムが見れる環境に身を置くっていうのは大変だったんですよ。井上がファンになったきっかけは成長を続ける主人公の少年たちの心の描写だった。元気でな。え？何？船を降りるんだよ。どうしたの？ブライトさんとミライさんが僕は不必要だって言うんだ。だから船を降りるんだよ。ちょっと止めるな。最初に見たのがアムロ脱走っていうですね、アムロがちょうどあのガンダムに乗ってあのホワイトベースというところからまあ逃げちゃうんですね。持ち逃げしちゃう回なんですね。まあちょうどやっぱり学生だからこう例えばクラスの中とか、サークルの中とかあの自分の居場所って一体何だろうってよくなんか思い悩む時期じゃないですか。それとやっぱりあのホワイトベースって環境が非常によく似ていて、まあ、あれも一種学校みたいな作りですよね。で、まあ、その中からちょっとお前はもういらないんだとかねあの先輩に言われてどうしようもうやめちゃおうかとかそういうのに思い悩む姿が、まあ、これ結構やられましたね。戦争、恐怖、脱落、富野監督の企画意図が丹念に描かれたガンダムの深い表現、それは若者たちの人生と重ね合わせられ次第にファンの心を掴んでいった。若者たちは各地で同好会を作り物語の奥深くまで探ろうと動き始めた。アニメ雑誌もガンダムを取り上げ始めた。特に雑誌アニメックのガンダム特集はガンダムの壮大な世界を余すところなく伝え若者たちの心をつかみ取った。
その雑誌アニメックの編集長が会ってくれるという。どうもこんにちは、佐藤ひとみです。お世話になります。小牧正信、8歳からアニメにハマり、アニメの情報については誰にも負けないと豪語する編集者である。実はその雑誌ができる前は、はい、そういう商品を作った会社なんです、はい、今全く使われてない形になってますけれども、このビルが、ショップだったんですよ。休みの日になるともう中学生高校生が退去してやってきてた。昭和53年にできたこの店では、アニメグッズやアニメ制作現場のセル画が売られていた。そしてガンダムが放送された54年夏から、次第にガンダム好きの若者たちが集まり出した。小牧はその動きを見逃さなかった。なんでこうガンダムを載せようというか、調べてみようというか。もともとその子供用のものとして、要するに12歳以下の子供が見るものとして作られたのが日本のアニメーションの始まりなんで、一番最初の鉄アトムからずっとその流れを来てますけれど、たまにそれをこう覆そうとする人がいるんですよ。もう1話冒頭でこれはすごいよ、いや今までこんなことはなかったよ、こんだけ面白いんだと解説しちゃえという形で解説を始めた本なんです。設定がすごい詳しいのが、これこういうのって当時当たり前のようにあったんですか、こんなに詳しく書くの。言わせてもらうと、はい、アニメーションの設定書を載せるというのは、はい、これが初めてです。初めて、はい、ガンダムがですか。ガンダムがっていうか私がみたいな。これはアニメに出てくる登場人物やロボットの大きさ重量を書いた詳細な資料である。マニアにはよだれが出そうな情報の宝庫だ。これとかもとりあえず、そうですね、これ、この戦闘機画面出てないんです。あ、出てないんですか。出てないんです。じゃ幻の戦闘機が、幻の戦闘機なんです。じゃあこれ載せる意味ないじゃないかって、はい、だってテレビ画面に一度も出てきてないものの設定書を載せたって意味ないのにっていう、そういうところを面白がってやってた本ではありますね。へ、ガンダムファンには絵の表現に異常な関心を寄せる者もいた。ガンダムのキャラクターをやられた安彦義和さんのキャラクターがすごく好きで、その絵を手元に残すためには、あのテレビ画面を普通のフィルムのカメラで撮影するしかなかったんですよ。テレビを、ですから大体あの操作線が入りにくいのがシャッタースピードが15分の1であるとか30分の1であるとか、そんな形であの三脚でテレビの前でこうカメラを構えてですね、ここの絵がいいぞと思ってからで遅いので、あのカットが変わるかなと思った瞬間にも何枚もシャッターを切るっていう。三木本の注目する作画監督安彦はカットの始めと終わりしか描かない。三木本はその2枚の絵だけを狙ってシャッターを押す。ビデオの少ない時代、カメラのシャッターチャンスに命を懸けた三木本だった。今ほどそのアニメがまだ認知されてませんでしたから、だから大学のクラスなんかでもアニメ好きっていうのは他に、ちょうど僕なんかが大学に入った時にはほとんど一人もいませんでしたから、だからあのそんな写真なんか撮ってたりしたらそれはもうバカにされましたしね。ついに数は少なかったが富野の制作意図を読み解く熱心な若者たちが現れ始めたのである。夏を迎え、富野監督の制作意欲はますます充実。主人公たちの戦いは激しさを増していくのであった。その基本は全てこの企画書の中にあった。富野は書いている。戦場、極限状態である。それを少年は本能と勘で突破する。ガンダム、君は生き延びることができるか。はい、どうでしょう。なんか女の子のファンもガンダムにはいらっしゃったんですよね。そうですね、まあ、僕が小学校4年生の時に、はい、あのクロス友樹くんっていうのと喋ってたんですね、学校帰り。実名ある。そしたらそこに関根って女が来たんです、学級に。関根さん、だから関根が何話してんのって言うから、お前女だから知らねえだろ、ガンダムの話してんだよって言ったんです。
だから私お兄ちゃんがいるからガンダム見てるって言うんで、うん、でまあそんな適当なこと言ってんじゃねえよ、うん、じゃあ問題出すけど、じゃあ連邦軍とジオン軍どっちがいいもんだって関根に聞いたら、関根が戦争にいいも悪いもないって言ったんです。うわその時に僕小学校4年生ながらに、そうかガンダムってそういう話なんだと気づかせてもらったんです。土屋さんの話聞いてこれすごい面白いストーリーだなと。オタクが生まれるんですよ、うん、必ずいいものには、はい、つまりあの江戸時代にね、見合者っていう言葉があったの。見るっていう字に匠っていう字に物、はあ、あの歌舞伎の見合者なんて言ってね、歌舞伎に通い詰めてね、今日の團十郎はちょっと手の上げ方がね、はあ、拳一つ低かったとかさ、それオタクですね。もうえその感覚オタクですね。もうだから歌舞伎オタクがそれを見合者と言ったんですけどね、そういう人たちがまあ歌舞伎を育てたんですよね、お客として。でそれと同じようにガンダムもやっぱりね、すごい見合者のオタクをいっぱい生み出したんじゃないかなと思うね。でそれは文化の成熟ですよ、やっぱり見合者が出てくるっていうのはね。で日本にはそういうなんかオタク文化っていうのが現代だけじゃなくてずっと昔からね、ずっとあったんじゃないかな。それだけの内容を備えていたということなんですが、この後まだガンダム、その後は後ほどまたお送りします。はい、ありがとうございました。佐藤ひとみさんでした。ありがとうございました。10月のニュースを見ていただいたんですけども、10月になりますとあの機動戦士ガンダムに異変があったようなんです。佐藤ひとみさんお願いします。視聴率が上がらないガンダム、追い詰められる制作現場、昭和54年のガンダム伝説復活の最終章、ご覧いただきましょう。ついにその日が来てしまった。10月8日、富野監督はインタビュー取材でガンダム打ち切りを告白した。やっぱり営業的な考えがあってですね、やっぱりこれではちょっとスポンサーが持たないっていうんで、なんとかしてくれっていう話が多かったんで、それでその時点で僕は営業の人と話したんですけども、まあこれはしょうがないから、その1月で放送をやめましょうと。52話放送予定を43話に修正しなければならない。その辛い状況にさらに不幸な出来事が重なった。ツークール終わったところで、ほんで安彦君がさっき言ったような一番頼りにしてる人が、だって現場からいなくなるんだもん。え、なんでですか。病気で倒れちゃって。あららら、あ、で、もう過酷な日々だったってことですか。うん、そう。来たもんで、それでやれるわけねえだろうっていうところまで行くんが痛めつけられたから。作画監督安彦義和が過密スケジュールでダウンしてしまった。現場の混乱はさらに深まった。板野はその苦境を忘れない。その振動が重なって、うん、司令官がどんどん倒れていって、うちら新兵はもうとにかくやるしかない。でもレイアウトも直してくれる人が倒れちゃったんで、自分の下手さがそこで初めて分かるんですよ。今まではこっそり安彦さんがみんな直してくれてて、綺麗な絵で自分がやった気になっていて、だけど安彦さんが倒れて病院に行っちゃったら、おかしいな、同じように描いてるつもりなのに全然違うっていうのははっきり分かるんですよね。そのまま放送されて、まあその総作画監督が倒れたんですよ。一応作画監督で安彦さんまではいかないんですけど、やっぱりその安彦さんも富野さんも同じようなこともできる人がいないんで、やっぱりそれがやっぱり後半答えましたけど。ガンダムの打ち切りが決まっても富野は思いを貫いた。戦争下に生きる少年たちは恐怖と苦悩の体験を経て再生へと進んでいくのだ。少年たちは特殊な能力の持ち主となっていく。この頃からガンダムファンの若者たちの数が急に増えていった。中には自分でガンダムを作り始める若者も出始めた。川口克美もその一人。当時高校3年生、ガンダムを1体作るのに3ヶ月もかける凝りようだった。
いやー早速、はい、ガンプラですね。はい、かっこいい。ガンダムのプラモデルガンプラはこの時まだ発売されていない。川口は部品から全て手作りで加工し作っていったのだ。一応ね、物そのものは今もうちょっとないんですけども、これが初めて模型雑誌の方で掲載してもらったこのザクを作ったんですね。すごいすごい。だからこの頃だからもう自分たちで欲しいものはなければ作っちゃおうみたいな勢いがありましたんで、これザクなんかでいくとこういう丸い部分が多いんで、そういうのをこう物を見ながらこう削っていってこんな感じかなっていう。すごい。プラモデルの魅力って何ですか？作ってる間にいろんなことを考えるんですよね。うん、もし本当にこんなのがいたらどんな感じなんだろうなとかっていうのを考えるんですよ。で、弾が当たればそれはへこむだろうしサーベルで切られればやっぱそこのところは切り傷がつくだろうしっていうのを考えながらやっていくと、こういうようなプラモデルそのものには入ってないような表現っていうのを自分で入れていけるんですよね。じゃあもう作りながら、うん、ガンダムの画像がすごい頭に流れてるってことですか？うん、画像とあと、本当にあったらこうだろうなっていう脳書きみたいなものがいっぱいこう駆け巡りながらですね。でそういう時間が割と楽しい。一方富野はガンダムの最後をどのようにまとめるか悩んだ。放送短縮という厳しい状況の中で富野は企画意図を守り抜き、ついに感動的な最終回へと導いていくのであった。当時はね、と思った時にエンディング、つまり自分の予定しているエンディングにドッキングできるかっていうことで、それはとっちらかったのは事実だ。そうですね、最後と今途中のでこの、だから十何本本当に抜いていいのかなっていうのと、抜くのは苔に関わるっていう部分もありながらあった。それとその最終回のことは本当当時は以後覚えてなかったんだけども、今日本当自分の書いたその最終章の原稿っていうのを読んでみたら、はい、まんまのことが書いてあったんで、あ、今言ったような考え方をしたんだな。つまりラストシーンだけは崩してなかった。あ、ごめんよ、まだ僕には帰れるところがあるんだ。こんな嬉しいことはない。分かってくれるよね、ララーにはいつでも会いに行けるから。しかしガンダムは終わってはいなかった。全国にガンダムファンクラブが次々とでき、再放送を求める署名運動を大々的に始めたのである。ガンダムブームは放送終了後急に燃え上がった。そのファンの思いは実った。次々と再放送が実現。再放送で視聴率 20% を超えたのである。ガンダムはよみがえった。ファンの期待に応え、2年後にはガンダムの劇場版も作られ、映画館は連日満員になった。ドラマ中心に進行していくんですよね。で、そういうことを最初に始めた監督です。男の子だけじゃないと思いますけどね、キャラクターがいいとやっぱり女の子がたくさん人気出るし、人間ドラマの部分がたくさんあります。ガンダムはその後30年にわたって30シリーズ600話を超える驚異的な番組になった。当時大学生、ガンダムの写真を撮り続けた三木本春彦はその甘美な線で愛される第一線のイラストレーターになった。同じく主人公アムロの心に惹かれていた井上真一郎はアニメ雑誌の編集を経て今大手出版社の社長である。そして当時ガンダムの模型を手作りで作っていた川口克美はプラモデルの企画開発の先頭に立っている。
ガンダムに引きつけられた多くの若者たち。その中から世界に誇るクリエイターたちが次々と生まれていったのである。ガンダム、君はどこまで行くのか。さあ、いかがでした？もう打ち切り決定になったのに 20% を超えてしまったという、うん、よかったですね。土屋さん、おめでとうございます。なんか作る人 の、 その執念っていうんですか、諦めない気持ちっていうのものを作る人には大事ですね。だから、あの、手作りで作ってた人が、はい、川口さん、うん、ガウェイのお友達も う、 もうお会いしたこと 2,3 回会ったことあります。幸せですよね、好きなことに関わり合えて。あの人ガンプラの父って言われてる人ですからね。板野さんって世界的になったの。もうそうですね、あの方はその後マクロスっていう漫画があったりとかして。あんたはよく知ってんだよ僕だからどっちかっていうと、あのね、64の割合でどっちかっていうとガンダムの仕事の方が多いみたいなとこあるんでね。すごい素晴らしいね。ガンダムちょっと見てみようかなとか、内容がね、あの、ちょっと話聞いて、はい、そういう内容ももっと子供子供の話なんかなとか思っとったね、はい、泣きたいな韓流ドラマで泣いてるでしょ。ロボットがとりあえず、ね、男か女かっておっしゃってたからちょっともう、ね、今私本当に土屋さんと巡り合ってよかったと思います。あ、そうですか。なんか見たいなって気持ちになりましたもん。あ、そうですね、すっごいもう、ね、しっかり頭に入ってきました、うん、ガンダムは人間ではないっていう、うん、そこからそこさあ佐藤さん、はい、取材全く、ね、予備知識なしというような状態で行ったわけですけど、どんなことを感じました？もうどうなることかと思ったんですけど、あのやっぱり 悪循環の中で の、 あの富野監督とかスタッフの方々と の、 あの底力というか執念というか、そういうのにちょっと結構感動しましたね。あとやっぱりガンダムは人間ドラマって言われてますけど、その裏にもまた違う人間ドラマが垣間見れて、いやもう本当に良かったなと思いました。ね、ありがとうございました。佐藤ひとみさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。